なんだ君は。院長は仙屑草という話って言いますか。誰なんだ君は、というか近いな。これだけ教えてください。竹屑草は何年に1回咲く花ですか。何年って7年だろ。何なんだ一体。残念、不正解です。竹屑草が咲くのは11年に1回ですよ。は？ 11 年？いや、7年で合ってるだろう。というかだ。だから君近いって、警備員呼ぶよ。菊水院長、いきなり失礼なことしてすみませんでした。あ、文句なら僕の友達に言ってください。友達？まあそれは置いといて、僕は空木春人と言います。空木春人？はい。それで失礼ついでにもう一度だけ聞かせてください。菊水院長はタイムリープ、過去に戻りたいですか？ちょっと待て、なぜそれを。もしかして君はスパイとかそういう。いや、そんなことはどうでもいい。戻せるのか君は私を。院長、戻りたいですか？ああ、戻りたい。戻りたいさ。では僕の質問にいくつか答えてください。質問？いや、ちょっと待て。空木と言ったか。目的は何なんだ？まずそれを言え。俺が君の質問に答えるかはそれからだ。大丈夫ですよ。別に病院の研究について教えてほしいとか、そんな話じゃないです。ただ、院長がこれから聞くことを知っているか教えてほしいだけです。君はどこまで？いや、いい、行ってみろ。じゃあ聞きます。院長は幼い頃、15歳くらいまでにタイムリープに必要な薬を飲まされましたか？薬？いや知らん。薬とは何だ？質問を続けます。院長は竹づくさ、秋綱手しこという花を知っていますか？ああ知っている。ではその秋綱手しこに11年周期で咲く特別な種類があることを知っていますか？初耳だ。本当に？本当だ。こんなことで嘘はつかん。そうですか。なら院長、あなたは過去には戻れません。は？菊水院長が過去に戻ることは不可能です。なんだこれは、この茶番は。付き合ってやった俺がバカだった。君は確かに何かを知っているようだが、それは後で聞けばいい。今警備の人間を呼ぶから、そこで待ってろ。院長、カンナちゃんのところへはもう戻れないんです。なぜカンナのこと？カンナちゃんのことだけじゃありません。院長のお父さんのことも、 LMD のこともタイムリープの研究のことも全部知っています。知っているから言ってるんです。そんなこと聞いていない。なぜカンナを知っているのかと聞いてるんだ。それは僕がこの世界を何度もやり直しているからです。な、やり直す前の世界では西内部長や菊水院長と話をしていろいろ教えてもらいました。それで何度か時間を戻るうちに院長の行動パターンが分かったので、それを利用して院長が不在の時にこの部屋に入って日記を読ませてもらいました。カンナちゃんのことはそれで。日記を？いや、まさか本当に。俺は何と言ってた？え？俺と話したんだろう。その時何と言っていた？僕にタイムリープのことを教えろと。それだけか。それから、病院はタイムリープの研究にお金をかけている。だから、LMD の治療にお金をかけることはできないと。その後はずっとタイムリープのことを教えろと言って、少し困った、切羽詰まった様子で、頼むから、みたいな。他には、
そうだ、あと明日はいいことがある日だからって。お前本当に時間をやり直しているのか。はい。一体どうやって。日記。そうか、一木か。いや、もうどっちでもいい。おい、空木、俺を過去に戻してくれ。頼む。だからそれは、まあ、頼む。そうだ、お前の望みは何なんだ。それは、LMD を治る病気に。わかった、約束する。他にはないのか。なら、これまで病院のしてきた臓器売買とか、違法なことを、公表と謝罪を。よし、約束しよう。俺を過去に戻してくれたら、戻ってすぐに親父を追い落とし、病院を正しい方向へ持っていく。そして俺の全てを注いで LMD 治療に専念する。きっと君が中学に上がる頃には LMD は治る病気になってるだろう。これでどうだ。なあ、だから頼む。どうだと言われても。そうだ、そもそもカンナちゃん、いえカンナさんも LMD だったんですよね。過去に戻れたとして、それからどうするつもりなんです。カンナさんの LMD を直せるんですか。日記を読んだと言ったな。はい、あの日記はカンナが書こうと言って二人で始めたものだ。と言っても俺が書くといつも量が少ないと怒られたが、でもな、最後の一冊、あれは違う。あれはカンナが一人で書いた。なあ、なぜ残り時間が短いあいつが貴重な時間を使ってあれを書いたと思う。それはあなたに読んでほしいから。半分正解か。あれは俺を驚かせるために書いたんだよ。自分がこんなものを書いたと知ったら俺が驚くだろう。きっと喜んでくれるだろう。そう思って、そのためだけに書いたんだ。そういうやつだったんだよ、あいつは。事実、あれを初めて読んだ時、俺はびっくりしたよ。カンナはこんなものを書いていたのか、と。そして、親父に渡した手紙とは一体何なんだ、とな。え？捨てたんだよ、親父は。俺に手紙を渡さずにな。なあ、どんな気持ちで書いたと思う。自分が死んだら、渡してくれと頼んだ手紙を。それを考えるだけで。なあ頼む。俺はカンナが何を伝えたかったのか、それが知りたいだけなんだ。最後の時も一緒に、最後の瞬間まで一緒にいられれば、それで満足なんだ。人の生き死にを、過去を、何か俺の都合のいいように変えようとは思わない。その後も全てさっき言った通りにする。頼む、信じてくれ。菊水院長。残念ですが、できません。なぜだ。無茶な頼みなのはわかっている。だが、どうか頼む。院長、聞いてください。やらないわけじゃなくて、できない。さっきも言った通り、院長が過去に戻るのは無理なんです。だからそれは俺を納得させるための嘘なんだろう。俺のことを本当のことを教えてくれ。なあ、本当はできるんじゃないのか。頼む。院長は僕にこう言いました。俺は君に嘘はつけないと。俺が？なぜ？僕は7年前この病院にいました。そして当時 LMD だった愛花葵という女の子から心臓をもらい、今ここにこうやって立っています。そうか、君が7年前の事故の日の通りで聞いたことあるわけだ。はい、多分院長は似た境遇の僕だから嘘をつかないと、そう言ったんだと思います。そして確かに院長の言ったことに嘘はありませんでした。だから院長がそうしたように、僕も院長には嘘をつきません。菊水院長、カンナさんに、いえ葵に誓って言います。院長が過去に戻るのは無理です。
ふふふ、はははは、そうか、今までやってきたことは全て無駄だったのか。惨めだな。一体この数年間何のために。笑い話にもならない。こんな結末のために俺は。クソクソ、もうどうでもいいか。頼む、一人にしてくれ。でも、なんだ。あ、そうか、わかった。君の言う通り、これまでの不正は全て公表するし、私も自首をする。 LMD についても精一杯努力しよう。これでいいだろう。まだ何かあるかい。いえ。そうか、ならもう用はないだろう。一人にしてくれ。はい。カンナ、なぜあの時俺は。までそうやって続けるつもりなんだ。父さん、じきに経過観察も終わる。お前がこの病室にいられる時間もあとわずかだ。家に帰ってからもそうやって一日ふぬけてるつもりか。でも何をしたらいいか。私はお前をそんな風にするために心臓提供者のことを教えたわけではないんだぞ。あの女の子、確かカンナと言ったか。彼女はお前が医者になることを望んでいてと聞いたかな。それは、なんだ、死んだ人間の言ったことはお前にとってはもうどうでもいいのか。そんな言い方、違うのか。わかった。なるよ。俺は医者になるよ。そうか。なら死ぬ気になって勉強するんだな。わかってるよ。合格したそうだな。はい。なんだ、あまり嬉しそうじゃないな。別に嬉しいよ。まだあの看護師のことを気にしているのか。それは、そもそもお父さんならなんで俺と看護師の人が会うのを止めるの。しかも辞めさせてなんて。俺はただカンナのことを聞きたかっただけなのに。お前こそいつまであの子にこだわっているんだ。もっと未来のことを考えろ。考えてるよ。ただ少し話を聞いてみたいだけだよ。だけさ、なんだ、あの女の子が看護師に何か伝えていたとでも考えているのか。お前が期待しているようなことは何もない。人間死ぬ時は穏やかに過ごしたいもんなんだ。別に期待なんて。それにお前たちの書いていた日記なら渡してやっただろう。あれだって、あの看護師の人が渡してくれたんじゃないか。それを許可したのは私だ。ろくに話もさせなかったくせに。まあいい。来年からお前も医大生なんだ。これまで以上に勉学に勤しみなさい。言われなくても。俺が LMD の治療法を見つけてやるよ。そういえば、一木先生の息子さんも来年同じ医大に入学するらしい。一木先生とはお前以上に長い付き合いの友人だ。お前も仲良くするといい。一木？どうだ、最近の学校の方は。おかげさまでうまくやってるよ。相変わらず父さんの名前を聞くとみんな態度を変えるけどね。そうか、それは結構なことだ。おかげで4年間友達は全然できなかったよ。まあ一気がいるけどね。来年度から臨床実習だな。もしこの病院で私と会っても。分かってるな。分かってるよ。学生とは先生だろ。この4年間医者になるために勉強してきて分かったよ。父さんがどれだけ苦労しているのか。医者になるってどういうことなのか。今のはお父さんがどうして俺に厳しく接してきたのか分かる気がする。私もお前に話さなければいけないと思っていたことがある。
ても大事なことだ。落ち着いて聞きなさい。そして決して口外しないこと。いいな。はい、実はな、LMD という病気は私たちが原因でできたものだ。